はい、どうも、キムジャンズのあやかです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ちょっと期間空いちゃったんですけれども、私が好きそうな私のいいリアクション動画撮れそうな、動画が来ましたね。ストーンズ音色メイキング&リリックビデオということで、これは見たいなと。個人的に見るのはちょっともったいないので一緒に見ていこうかなと思って撮らせていただきます。まあ、メイキングも入っているので、全部レコーディング映像ってわけではないと思うんですけど、まあ、彼らが歌ってる表情とか、やっぱりこの歌い姿っていうのは本当に魅力的だと思っていて、なんかね、昔まだ本格的に音楽を始める前だったと思いますけど、の時にね、バイトの方と喋ってて、すごい年下の方と喋ってた時に、20歳ぐらいだったかな、私が。その方が高校生ぐらいの方だったんですけど、私音楽聴くより映像として見る方が好きなんだよねとか、生放送の番組、例えば M ステとかで歌ってるのが見る方が好きなんだよねってポロって言ったら、変わってますねって言われたんですよ。変わってる、今思えば変わってないけどなと思いながら、その時は私変わってるんだと思ったんですけど、今思えばわかる。だからその子は音楽を聴くのが結構好きな子だったんだけど、私は歌い姿も含めて音楽、ライブが音楽っていうのが一番にあるから、別にそれだけとは思わないけど、だからこういうリリックビデオとかレコーディング映像とか、まあ、メイキングも含むだけど、そういうこう本質的なところで勝負してくれるような映像が結構好きなんですけど、皆さんはどうですかね。もちろん MV も好きだし、こう作り込まれた作品ってものすごい時間と労力とお金とかかってると思いますから、かっこいいんだけど、そもそも本質的にどう歌ってるかっていうの大事じゃないってちょっと思うんですよね。なので今日は楽しみに見たいと思います。では行きます。音色はもう単純に、はい、好きな楽曲っていうのは分かっていたのでね、前回 MV 見させていただきましたけど、今日はちょっと歌い方見ていきましょう。いきまーす。せーの、スタート。チュルチュル、ちょ、な、ジェシーのさ、ニット帽最高やな。はい、お願いします。慣れてんな。超な、最高。なんか久しぶりこの感じ。この6人が、いやー、こんな好きやねー。これわかる？この6人が、はい、職人してますみたいな。ストーンズソロ似合うと思う。なんか、はい、今から自分のやるべきことをやります、みたいな感じ。よくない？もういいわ。まあ、これはね、動画入ってるから、そういうのもあるよ、もちろん。見られてるっていうのはあるけど、もしこれ動画ない前提と、もっと職人してると思うよ、もう。いや、これは、ほんで、なんていうの？スタイリングさん、スタイリングしてない感じじゃない？これ。みんな。慎太郎さんとかももうなんか、さらっとしかセットしてないような感じにも見えるし、ゆうごくんはこれはヘッドホンのせいで髪の毛せっかくセットしたけどぺちゃんこになったのか、はたまたこれはセットミセットなのかわからないけど、このラフな感じよ、マジ良くない？北斗くんもなんかもう髪の毛研いできましたみたいな感じ。この、なんていうの、わかるよね。こう、あんまりバチバチに決めてない時の、その人の本質的なかっこよさみたいなのが見られるっていうのは、いいのよ。これは。大人女子は特にわかってくれると思うけど、本当に。いいよ。はい、いきます。めっちゃいい、分かりやすくて。慎太郎さんはちょっともう素潜りした後ですかっていうぐらいかっこいいねんけど、どうする？
サーフィン帰りですかって、ちょっと焼けてる？かっこよくない？どうする？何？都内でおったら浮くよね、この格好でみんなおったら。特に慎太郎さんみたいにこうちょっと野生時間強い人、サバイバル感強い人は余計かっこよすぎて浮くと思うんだけどな。やばいね。特別な毎日、あお、音が澄んだガーの素敵な音よ。タイガさんのガーの音、めっちゃ綺麗かった。あ、澄んだ音色でした、すごく。めっちゃ、あれか、自分の子供役を演じてくれてる子たちか。かわいいよな、こんな。自分演じてくれてるなんて。アカペラ。悔しいぐらいかっこいいな、ほんでみんな。すっぴんやろ、多分。ふざけてんの。ほんまに。ちょっとかっこよすぎやろ。まあ努力もされてるけどね、絶対。にしてもよね。あ、ここ好き、最後。終わっちゃった。あと読めねんけど、3分間なんて。はい、終わりました。最高です。声のパワーがすごくわかりやすい、作りにしてくれてたね。特にアカペラの部分とか。誰の声がっていうのがちゃんと6人分聞こえたっていうのがすごい良かったので、ちょっとそこをもう一回見ていきたいですけど、すっごい嫌な、あんまり言いたくないんですけど、認めざるを得ないので、あえて言う、こういうことあんま言わないんですけど、ちょっと顔面偏差値が高すぎませんか？すっぴんなのであれば、これが。ノンスタイリングなのであれば、ちょっとふざけてる。まあ日々の努力をね、怠ってる自分がそういうことを言うのは資格ないと思いますけど、本当に。あ、こういうの、こういう方々を見ると、あ、ちょっと頑張らなあかんなって思うのと、でも、やっぱり現実として、まあそういうと、プロの現場に入るときに思うのが、やっぱかっこいいわ。綺麗わ。な、芸人さんなり、女優さんなり、タレントさんなり、見る機会がたまにあるんですけど、違う。生きてる世界が違うっていうか、作りが違うって感じなのね。その生きてる世界は自分でチョイスできるかもしらんけど、顔ばっかりは無理じゃねって思う。整形すればいいんでしょうけど、ちょっとそこは置いといて。もうそもそものパーツが違うから、骨格が、そうそう、骨格、骨美人とかいるじゃないですか。もうそういう方とかってどうしようもない。もうジェシーのスタイル私欲しい言うても無理や。もうそんな感じで。そこはもうしゃあない。無理なものは無理やから。かっこいいなと思いますね。それが言い悪いとかじゃなくて、単純にまず綺麗よねって認めるところから始まると思うんですけど、
そういうのはあまり興味ないタイプだなと思ってたんですけど、実際にそういうあのね、やっぱりスタイルいい方とかお顔がかっこいい方とか見ると、あ、なるほどと、あのその人前に出る上で大事なことなんやってすごいわかるようになってきて、大事やなって思いますね、本当に。でもね、それを前提で言いますけど、あの、まあ、人にもよるよ、キャラにもよるんですけど、チャラいキャラとかやったら全然いい、正直いいんじゃないかと思うけど、まあ、誠実にっていうか、そういうふうにこう活動していこうと思った時に大事なのって、顔もパーツ、そもそものパーツも大事なんだけど、お化粧とか整形とかで綺麗に整えていくっていうのも大事なんだけど、あの一番大事なのって表情やと思ってて、なんかあんまりにもちょっと悪そうな表情っていうか、根性悪そうな顔とかって出ちゃうやん、どうしても。あ、この人多分そうね、なんか裏表あんねやろなとかさ、なんか意地悪な人なんやろなって顔に出るやん。でもそういうのがないかっこよさだから老若男女愛されるってあると思うんですよ、売れてる方って。だから、まあ、キャラで、もう俺イケイケなんでみたいな、売り方をする場合は逆にそこはあんまり当てはまらないかもしれないですけど、どんな人にでもってなってくると、笑った時の顔とかに違和感がないっていうのは結構大事だと思ってて、ないよね、裏表。まあ、疲れててとかはあるかもしれないけど、あの体調悪くてとかね、忙しすぎてちょっと笑顔が不自然っていう時はあるかもしれないけど、でもあんま感じないし、あの何よりその嘘臭くない笑顔っていうか、そういうのが声には乗ってしまいますので、そんなとこ見んのって思われるかもしれないですけど、まあ、ボイストレーナーやったら全員見ると思いますね、そういうところは。あ、声に出てんなこの人とか、そういうのは絶対に思っちゃうと思うので、もしそういうの思っちゃうと、ちょっともうあのリアクション取りにくいなってなってくるんですよ、やっぱり見ちゃうから。見ちゃうっていうか出ちゃってるから、それをただキャッチするだけって感じなので、探ってるわけじゃなくて、もう本当にパッて瞬時に感じちゃうみたいな感じなので、まあ、警察の方、刑事さんとかがあの匂うみたいな、犯人こいつ匂うみたいな思うのと同じぐらい、感じたいっていうよりは感じちゃうっていうのと一緒なので、そういう部分で、あ、声に合った傘とかが出てるのがいいなって思いますし、まあ、この曲特にそういう曲ですけどね、そういうとこがいいですね。ちょっともうちょいだけ見ていい？あのね、やっぱね、声のパワー強いですね。じゃあちょっともう一回見ます、いきますね。ちょっとごめんね、さっきもちょっと止めちゃったんですけど、思わず止める気なかったのに。はい、いきます。めっちゃ個人的やねんけど、着目ポイントその1、まずジェシーの口の開け方が最高。こここんだけ開いてるんですよ。でベロもちゃんと下がってて、か浮いたりしてなくて、こうやって下がってて、そらいい声出るよねっていうぐらい、こう綺麗なの、見本みたいに開いてるんです、実はね。でも場所によっちゃ、なんかそんなに声をそんな当てたくない時あるの。例えば、その後のメロディーはそんな口開いてないんですけど、それはわざとだと思うんですよ。とか、加減がめっちゃ上手くて、この方。マジで勉強になります。なんか、マイキングっていうよりは、口の処理能力っていうんですか？がすごい上手いですね。めっちゃシンガーの中でも限られた人のやり方っていうか、全員が全員できるわけじゃないっていうか、口のこの開け方で音の鳴りを調整してるんですよ、自分で。そうそう、だからレコーディングってイコライジングできるけど、あの調整できるけど、そもそもご本人が調整できるともっといいよねっていうところもあって、もちろん調整しすぎたらあかん時もあるんだけど、多分それすら調整できちゃうから、調整マンよ、本当調整マンなの。まずそれはすごいなっていうのと、で、まあ、みんなかっこいいんだけど、ちょっと今気になるのは北斗さんの職人さん感。一番最後の、歩いて行こうって終わるところまで見てほしいの。いきます。わかる？歩いて行こうってこう、口打ってこう、閉じるとこ。もう最後決まり？どんだけ伸ばすか、
決定して歌ってるはずなんですよ。適当に歌って最後語尾みんなが揃うってことはないので、ちゃんと合わせて、じゃあこんだけ伸ばそうって決めた拍か秒か決めて、その後プッて切るこの職人さん感、ちょっと今キュンってしちゃいました。緻密さってやっぱドキッとしません？なんか子供の時とかって、足速い子とか勉強できる子とかスポーツ得意な子とかが男の子とかってモテがちというか、まあ分かりやすくモテる子って言ったらそういう子だったかなとか、顔がかっこいい子とか、女の子に優しい子とか、面白い子とか、そんな感じだったけど、大人になればなるほど実感するのが、私はですけど、ユーモアがあってなおかつ緻密な人がかっこいいなって思うんですよね。なんかプロやなって思うんですよ。人を喜ばせるユーモアを持っていて、自分のためでもあるけど、人にこうなんていうのかな、喜んでもらいたいっていう、そのサービス精神があるユーモアさがある人と、でもそれだけじゃやっぱふざけてるように見えてしまうから、ちゃんとその説得力を持たせるためにこう緻密に練習してくる人って、あのエンターテイナーとしてかっこいいなって思うんですけど、マジで今このシーン全員ですけどね、もうほんまかっこよかったです。いつもより明るい声よね、タイガさん。あー、ユウゴくんも明るいね。あの、タイガさんもユウゴくんも、あの、意識して明るく、太陽っぽいねんけど、太陽っぽくちょっと今回歌ってて、まあみんなそうなんだけど、ユウゴくんとタイガさんは今回ちょっと似たような太陽感で出て、私の中で。なんか、こう、あったかく明るく前向きに、親しみやすい声をあえて出してる気がする。わざと。あの、その曲に合うために。曲に合わせるために。それが気持ちいいですね。この、隣にいてほしいっていう、この、めっちゃ短いフレーズやけど、あの、ジュリさんが歌うとパワーワードよね。これ、思った人多いんちゃうかな。もうって。すごいパワーワードやわ。脳裏に残るっていうか。かっこいいわ、慎太郎さん。あんまり慎太郎さんタイプって今まで、まあ、いたけど、そんな多くないやん、この野生時間って。それがちょっとあのヒットしちゃうんですよね。あんまりおらんから余計ヒットするっていうか。うわー、見逃してない？みんな。見た？タイガさんの右目と右眉。見た？なんか画面越しに見たら左側の目だけど、ま、彼にとっては右目なんですけど。見といてな。いくよ。スタート。一瞬やな、でも目っていうかごめん。眉やね。一瞬すぎてちょっとね。ごめん、目が半面になるところで止めちゃうとあれなので、あれなんですけど、いくよ、もう一回いくよ。音がーの時、音上がるじゃない、音がーで素敵って私さっき言った場所ね、そこ音が上がるので、音程をコントロールするためなんですけど、右眉だけ音がーってこう上げてるんですよ、ここだけ。私ちょっとできないんだけど、音がーすんって上げてるんですよ、マジですごいと思います。あの、高い音出すときに、こう、眉毛を上げるっていうのをするんですね。で、その方が高い音が出しやすいからっていうのがあるんですけど、彼の場合ちょっともう、多分、慣れちゃってっていうか、そんな頑張ってくれってやらなくても出るけど、ちょっとやってるみたいな、ちょっとだけやるっていう選択なのか、どうかな、わからへんけど。チョイスじゃない？多分。わからん。どうやろうな。
勝手になってるパターンもあるけど、癖になってもうね、何回もやってて。ちょっとだけ眉毛が上がるっていうのが超かっこいいですね。ほんのちょっと。わからん程度なんですけどね。これもまあそんな意識はしてない、パフォーマンスもちょっとあるかもしれないですけど、すごいみんなねちょいちょいね気になる仕草が入ってくるんですよ。やっぱ歌もう歌い慣れてる方々なんで、どうやろう、もうラフにやっちゃっただけな気がするけど、一人で生きられないってってこう上がるのね、一人でって上がるじゃないです か急に音程が上がるとこう要注意というか要チェックポイントで、さっきのタイガさんも急に音程が上がるとこだったんですけど、今回もジェシーが一人でって肩を上げて、でその後また落として歌っていくっていうのがあるんですけど、重心をだからちょっとどっか体の一部の重心どっか上げるとちょっと音程取りやすいっていうのがあるので、まあこれはナチュラルにやってるような気もしますけど、動画入ってるからこうライブでするようなパフォーマンスを少しナチュラルに入れたっていうのもあるかもしれないですね。ちょっとなんせ癖は癖だと思うので、そういう動きっていうのはちょっとかっこいいですよね。そういうとこね、眉毛もめっちゃ動いてるんですけど、ちょっとメガネで今回あんま見えないですけど、ジェシーは眉毛の動きがすごい多めなので、そこでこうピッチコントロールとか音程じゃない、音の響きの調整をしてる感じはしますね。めちゃくちゃ細かいです。だからそういう細かいとこ見れるから好きなの、レコーディングムービー。みんなしてるよ、でもよく見たら。来るよ。やっぱね、歌うまい人はね、表情がすっごい豊かなの。で、眉毛が豊かだったの、みんな見た？みんな。それぞれ違うけどね。それぞれ違うけど。で、北斗さんは結構目で歌うっていうか、目で殺してくるっていうか、目力すごくなる、歌うとき。で、結構みんな眉毛とか、あと目つぶったりとか、眉毛をこうしたりとか、上げたりとかしてるのをちょっと見てください。いきまーす、スタート。あとは、ごめんな、見てる途中で。北斗さん今左手上げたよね。またこれも急に上がる音程の時。こういうことです。歌うまい人たちのこの体の使い方、細かい使い方。あーって手上げてますね。こういうとこです。そしてもう慎太郎さんの言わずもがなんですけど、リズム感でさ、ずっとこう16部とグルーブと感じながら、あーこれから見たことない色で、この歌い方がかっこよくないですか？かっこよくないですか？これなんでそんなこと言うかって、マジでこんなにリズム取りながら、あの細かいグルーブをしかも途切らさずに歌える人ってあんまいないんですよ、みんな。マジで、あの日本人のグルーブ、歌謡曲のグルーブは日本人全員取れてると思います。うまいと思います。そう思いたいです、日本人だから。だけどやっぱり最近のポップスってものすごいリズミカルなのが多いから、どうしても欧米色強いリズム感のある曲多いんですけど、そういう時に急にやっぱ苦手になるというか、どうしてもそこが難しいよねってなってくるんですけど、全然難しそうじゃない、慎太郎さん乗っちゃってる、何が難しいのぐらいの感じだと思う、多分感じてるだけですけどみたいな。めちゃくちゃかっこいいです。ジェシーもそうかな、勝手に動いちゃうって感じだろうね。
いい。がっつり見ちゃったん。もう見すぎやな。もうやめようか。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。素敵でございます。やっぱこういうのはいるわ。はいるて。特にこういうあの音色みたいな曲やから、もう分かってくださってますね。ありがとうございますって感じですね。もう満足。もう満足しちゃった。だってもうこんな。だからライブでもこんな細かく見られへんやん、正直。カメラ、なんていうの？こんなまず近くで見られへん。で、そもそもスクリーンに映し出されてもこんな細かいところまで見えへん。DVD 買ってもカット割りとかでがっつりは見れへんってなってくると、こういう動画って結構 YouTube の特性上、向いてる？あ、相性がいいと思いますし、見やすいし何より。ほんまにいいです。ありがとうございます。そして自分が勉強になった。あ、顔を使うの忘れてなかったかなとかって、こう、ちょっと今、少し自分への反省といいますか、今しめになったというか、あ、勉強しなあかんなって、分かってることなんだけど、自分ちゃんとできてるかなっていうふうにやっぱ思うことってあるじゃない。当たり前にできてるつもりなことってあるから、ちょっと改めてね、勉強させていただいてありがとうございますという回にもなりました。でも、単純に楽しかったです。はい。人の歌ってる姿ってなんでこんなに魅力的なんだろうと思います。はい。ということで今回はストーンズの音色、メイキング&リリックビデオを見させていただきました。一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。